ルイージ・ファクタは、イタリアの政治家、ジャーナリストで、ムッソリーニ政権以前最後の首相である。ファクタは、イタリア王国ピエモンテ州のピネローロに生まれる。彼は法学を学んだ後、ジャーナリストとなる。その後1892年に大議員議員となった。ファクタは自由党員の一人で、司法事務次官と連立内閣の内務大臣を務め、1910年から1912年、 1917年から1924年にかけて財務大臣を務めた。第一次世界大戦が勃発した際に、ファクタはイタリアの中立を保持しようとしたが、失敗した上彼の息子は戦死した。ファクタは1922年2月に首相に任命された際、イタリアは政治的混乱に加えムッソリーに率いる国家、ファシスタ等の反乱の危機にさらされていた。 同6月、ファクタは、ファシスト党への対応が不十分だとして、不信任となり罷免されたが、政権運営をできる人間が他にいなかったため、国王より再任命された。ファクタは、公然とムッソリーニを批判しなかったが、ムッソリーニはファクタに辞任するように要求していた。また、民衆の放棄に対する対応も表もに回りがちであった。その結果、ビットオリオイマヌエーレ三世はファクタを罷免し、 ムッソリーニに組閣を命じた。1924年にビッーリオエマヌエーレ賛成によりファクタは上院議員に命じられた。ファクタは最後故郷のピネローロで没した。ありがとうございます。